はい、どうも、こんにちは。沖縄好きです。さあ、今日もね、やっていきましょう。ポケットモンスターソードシールド。というわけで、まあ、今回はね、9番道路を通ってスパイクタウンへ行きましょう。ちょっと、簡単な流れになっちゃいますけれども、違う。あれ？この文字が邪魔だよ。ここ、キルクスタウンに今いて、ここから9番道路を通って、スパイクタウン、ここへ向かう。それが今回の、まあ、課題でございます。そういうわけで、行きましょう。あれ？筋肉のやつがそろそろ。この辺りの話で、勘違いしたのかな？氷タイプを連れてくっつーの。はい。止めなす。あ、はい。交換で、ゲットした、あれが今一番手にいます。これ。これじゃ今出てこない。はい。時間外使って、レベルここまで上げ出すよ。最高。竜の波動。これが結構強えんだ。もうこのまま最後までいっちゃうんじゃないかというくらい、結構、強くてびっくりした。交換でゲットしたっつうのはなんかね、ちょっとなんか、っていう感じのところなんで、ゆくゆくは自分でね、ちょっとどこにいるか探して、ゲットしたいなと思います。ワイルドエリアに出してんだよ。間違い。もうこのまま行こう。さあ、また竜の波動。今回ね、ドラゴンって結構強いらしいから、頑張ってこいつに育成しようと思ってるんだけど。せーの。電光石火でよかった。続いて、今のパーティー構成こんな感じ。ドラパルト、エースパン、ミミッキ、カビコン、で、いけないと。で、雪のだけは、まあ、今入ってるけれど、ちょっと今後入れてく可能、あ、入れ替えていく可能性大でございます。で、今はドラパルトメインで鍛えていて、まあ、こいつ、ドラパルトとエースバーンである程度、てか、あとはミミッキが、これも交換でキャッチしたっつうのはちょっと、もやっとするとあと、カビゴンもなんか今回強いっていう話があるんで、カビゴン鍛えてます。で、ネギがないとこれもね、欲しかったやつだから、今鍛えてる。だから、最後、雪の方が入ってるところだけ、何か別のに入れ替える可能性は大。今日多分こんな構成で、ゴールに向けて進んでいくことになるんじゃないかなと思いますが、頑張ろうっと。あ、ポケモンか。あれ？トレーナーじゃなかった？素通り？これは？おや？え？本当エルダン邪魔だよな、お前ら。はい。するに決まってるやん。エルダン、なんでそんなにカジジガン好きなの？君ら。ドラゴンアロー。一発でいけた。
はい、次そのまんまでいく。お、ゴロンだ。こいつこそドラゴンアローで、いっせーの、せーよ。はい、で、叩きつける。どうしよう。いいか、ネヒワナイトはどういう風に技を覚えさせよう。で、もう一人いるんだよな。乗らないよ。え？乗せてくの？そうっすね。あ、あざす。どうやっていくの？おお、なんかいろいろいる。どうやっていけばいいんだ。なんかいる。どこ行けばいいの？ここで。こっち？なんか。見つかった。はい。さて、竜の波動でいいかな。クショ。はい、OK。倒した。ブラパルトの尻尾って半透明？透明な？尻尾の先の方ね。はい、竜の波動。早くストーリー終わらしたい。はい、OK。飛び出すのかね。どうなってるんだ。なんかまだずっといける？え？ここは？キャンプ。見つかった。見て、あ、結構だいぶ HP が残り少なくなってまいりました。回復しないと。あ、まあこのまんまでいいや。
はい、ドラゴンアロー、せーの。2発当たるってやつあげる。よし、あら、こうどういちゃう、水着まあいいけど、寒くない？雪降ってるよ。ドラゴンアロー、せーの。よし、寒そうだよ、本当に。手触れてくれ。寒くない？本当に。心配です。いや、その前に水、寒くない？この人。大丈夫？で、9番道路。お、びっくり！ニャイキングか。よいしょ、今一つ。交代しよう。もう大丈夫です、大丈夫。さあ、火炎ボール。よし。これは何かあった？ここは何？なぜ入れないんだ？はい、呼んだ？お、びっくり！どこから入る？こっち？入れんじゃん。おお、ありがとう。え？喜んで。てか、お前らも来たか。強っとろけん。負けるわけにいかんって。方言か。あの投げ方がなんとも言えない。さて、いくつドラゴンアロー。やばい。
けれど一発でいった。うん。こいで。もう一回すごいを使っちゃう。なんかもったいないんだけどな。結構抜群か。で、一回ドラゴンガロ。倒せなかった。やば。交代。交代っすよ。もう応援の連中の歌というかなんていうか、声援がすごいな。でせっかく HP 減らしたのに。今怖い顔されても怖くねえよ。よし。もう一回解剖せい。カバラバリせーの。毒タイプって何に弱かったの？毒だよ。なんで？はい。一瞬ちょっと思考停止してたっけ。勝ったっす。頑張ろうな。なんか。よし、スパイクタウンに入ったっす。ここがスパイクタウンか。よし、到着。
はい、というわけでスパイクタウン到着しました。今回はこんなところで一旦終わりにしましょう。よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。